東日本勢が前受け中団近畿後ろから動いたのが中部の2人です。 まずは6番手から4番の溝口車を外に持ち出して中段から合わせるようにして1番の中井も踏んでいきますかただ前では2番の加藤も少しペースを上げていきますさあここを叩いていって中部勢2番の加藤が送り出しての3番手6番手から1番の中井近畿勢がすかさず巻き返してまいりました抑えた中部勢を近畿勢がここで叩いていって金が入って3コーナーさあ1番の中井悠介が7番の野口を連れて4番溝口を叩き切りましてあとは後方から2番車の加藤健一さあ東日本 音声がかまし,てまいりました気づいた7番の野口がこれを止めにかかる最終周回の12コーナー中間地点前は1番の中井もこらえているんですけども5番の中西がちょっと連携乱れまして2番の加藤が先頭には、ま、変わってこの後ろ1番の中井が前ハはまるような展開になりましてあとは3番で以降内に潜って6番の大沢外が7番の野口で4コーナーを回ってくる4コーナーから直線コース先頭は2番の加藤加藤先頭で五輪2着は1番の中井。